今回あのサントラ全編にわたって担当しました兼石井です。あでも本当にこうあの、まあ、作品がこういうものだっていう、まあ、こういうアニメであのこういう方向性でっていうところもあったし、あとその、まあ、実際にあの監督があの僕の音楽を聴いててくれて、でなんかまあ僕のテイストがそのまんま、出してほしい、欲しいみたいな感じだったんで、非常にこうスムーズに、あもうぜひやらせてくださいって感じで、まあ、最初にちょっとコンテとかあの脚本とかもしてもらったんですけど、まあ、最初っていうか早い段階で、まあ、本当に戦ってるシーンがとても多くて、まあ、本当にこう戦闘ものコンバットものとかっていう、なんかそういう攻めるとか、まあ、なんか本当にそういう戦いのイメージがすごい強いでくて、その間になんかこう人間ドラマみたいなものが散りばめられてるみたいな、そういう感じだと思いました。基本的にはもう監督がもうラフなイメージがあって、それでもそれも本当にキーワード的な感じですよ。あとあのその時その時で少しずつアップデートされた脚本であるとかコンテであるとか、ちょっとしたあの映像と、まあ、初期段階の、まあ、そういうものを見てこう自分で膨らませたって感じです。タイトル曲とかオープニングテーマですよね。やっぱりもう責任重大だし、まあ、もちろん攻めてるとかそういう印象作品に合うものっていうのはまず一つは大きなものとしたんですけど、あとはなんかこうちょっと覚えなんか耳に残るような部分っていうのもこう、まあ、本当に短いあの1小節だったり2小節の繰り返しだったりするんですけども、まあ、そこがどうやったら覚えてもらえるようなものができるかなみたいなものは時間かかりました。時間かけてやりました。あとはなんかその、まあ、監督のリクエストで、まあ、監督がこだわってるものでもあったと思うんですけど、まあ、それの全体的な攻めとか戦いとかそういうのとの対比で、ちょっとクラシックの名曲みたいなもののカバーをあのお願いしたいって言われてまして、でそれで、それこそモーツァルトの、アイネクライネアウトムジークっていうのは、まあ、みんなが知ってる曲があると思うんですけど、それのアレンジみたいなものも、それはエンディングだったんですけども、アニメの場合はなんかイマジネーションとか、まあ、ファンタジーとかそういうのがこう極限までいけるというか、まあ、実写じゃないが ゆえのなんかそのまあ、作り放題みたいな感じあると思うんで、そういう意味だとなんか自由さがあるんじゃないかなっていう、でそれが音楽もそうかなっていう感じはしてますね。まあ、あとは本当にこう、まあ、今回基本全部 あのサウンドトラックやらせてもらったんですけど、まあ、自分でキャリア的には初めてのことなんですけど、作品全部っていうのは実はこうエレクトロニックなサウンドトラックがこう印象的だとされているものであっても、実は全編そういう音っていうのは意外となかったりしてて、意外とストリングスだったりとかオーケストラみたいなのが薄く入ってたりするパターンが多いんですけど、まあ、本当に今回もうほぼ 100% 全部エレクトロニックの音だったりしたんで、本当に戦ってったりする戦闘シーンはもう全部好きなんですけど、やっぱりそのやっぱ本当にそこが一番見どころだかなと思って、火星ステーションっていうのはまあ結構最後のに出るんですけど、そこで普通の焼き鳥屋が出てきて、そのなんで焼き鳥って言うんだ、なんでといえばなんで僕たちは焼き鳥って呼ばれてるんだ、まあ、登場人物のことみたいなことを僕が語られるシーンがあるんですけど、そこのなんか焼き鳥屋とかちょっと面白い感じしました。まあ、僕好きなあとキャラクターでギメル部官っていうのがいるんですけど、まあ多分犬なんでしょうね。ただなんか犬完全に犬なんですけど、なんかこういうおじさんいるよなみたいな動きとか口調とかで、なんかあの擬人化すごい面白いなと思いました。まあ、今回そのサントラ全編やらせていただいて、本当にこう
いろんな作り方、エレクトロニックであったりとか、テクノの要素を使っていろんなことって結構できるんだなっていうふうに今回思ったんで、あとはそのサントラだからこそできるこういわゆるダンスミュージックじゃない感じのテクノっていうとか、ヘビーなものとか、そういうものとかも、なんかチャンスがあればやっていきたいなと思います。焼き鳥はすごいこう戦闘シーンが多彩で、その間に人間ドラマとかも散りばめられたとても面白い作品になってますんで、ぜひご覧になってください。やれやれ、これで終わりかな。